はい、速稼塾の久保です。まあ連日ね、特別定額給付金のニュースをこういうふうにねお話してるんですけども、今回はね、まあちょっと別の角度から放送させてもらいます。特別定額給付金なんてどうせ出ないよとかね、ぬか喜びになるよとか、それからいくらね官邸にメールしてもそんなことで動くわけないじゃんって思う方、もしねこの定額給付金が実現しなかったら、そういうふうな諦めの気持ちを持っている方が国民の中にいる、そういった方の妨げによるものだと私は思います。だって国民のね中で6000万人とか7000万人とかっていう普通の方がね、じゃあ全員一致で官邸にお願いしますってメール送ったらどうなると思います？それでもダメですかね？いや私ね、どちらにしてもやれることってこのぐらいしかないと思うんですよ。私みたいにこの YouTube でバン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 ね人を焚きつけることとかで、こういった5万円とか10万円が出るんじゃないかってことね、真に受けてね、真に受けて、こう言葉は悪いですけど、真に受けて官邸にメールを送ってくださる方、本当にそれ以外に打つ手ないじゃないですか。だから水を差さないでほしいんですよ。本当にそれはお願いしたいなと思います。もちろん私の動画にどんなコメントを書いても自由ですけども、仮にねそういうコメントで埋め尽くされて、私や官邸にメールを送る人がやる気を失って、全員がね6000万人7000万人がもう要望することをやめたらどうなると思います？そしたらそのどうせとかどうせダメだろうっていう言葉が実現するんですよ。どっちがいいですかね？私はね、それをさらに今回は訴えかけたいなと思っております。はい、それではね、じゃあこの私の話聞いてもつまんないんで、もう一回ね、私が直前で作った動画の方ね、お付けしておきますので、こちらの方も合わせてご覧ください。では画面切り替えていきます。ぜひね、官邸にメールを送ってください。官邸にメールをね、どうせダメだろうって思う気持ちがあるんだったら、どうせじゃなくってなんとかなるかもしれないって、ちょっと希望に変えていきましょう、そのエネルギーをね、ということでございます。では失礼します。はい、特別定額給付金なんですけども、年明けにプラス5万、さらにその後に10万、もしかしたら合計で15万が一気に年明けに支給されるかもしれません。まだ何も決まっていませんけども、そういう要望が通りつつあるということだけが分かりましたんで、速報でお届けしておきます。まあですんでね、これからもね官邸にメールどんどん送ってくださいね。これやめたら本当元も子もないですから、国民の声、国民の要望が大事です。それでは最後の方に要望書の原稿もお付けしておきますので、ちょっと長めの動画ですけども、今回ここをしてご覧ください。それでは始まります、どうぞ。はい、特別定額給付金第2弾をご要望の皆様、速稼塾の久保です。皆さんにね、毎日毎日官邸にメール、官邸にメールっていう風にお伝えしてきたんですけども、たくさんの方がメールを送っていただきました。まあ速報でちょっとお届けしたんですけども、もしかしたらこれね10万円ではないけども5万円で実現するかもしれないなっていう気が少しだけしてきました。どうせ無理とか、菅総理は国民のことなんて考えちゃいない、そんな言葉もね浴びながらの私の呼びかけだったんですけども、ここまででいかがでしょうか。まあ最終的にね本当に支給されるかどうか分かりませんけども、受け入れる気満々で、そしてですね、まあ、受け入れてもらうような要望が党内でも出ているってことが今回のニュースで分かると思います。ちょっと記事を読んでみますね。はい、菅総理に要望書、定額給付金の追加支給ということで大きな見出しが出てますよね。これが昨日の夕方のことです。ちょっとね動画もありますんで後で出してみますね。下の方記事読んでみますよ。自民党の長島昭久衆議院議員らは菅首相に対し、国民一人当たり5万円の、まあ10万円ではないんですけどもね、5万円の定額給付金の追加支給や GoTo キャンペーンの延長拡充、2020年度の第3次補正予算案の年内の編成などさらなる経済対策を求める要望書を提出した。自民党長島衆議院議員、特別定額給付金もう一回、5万円でいいですからね、もう一回消費を取り戻したいということでやってほしいと。長島氏は要望書を受け取った首相はそういう方向で頑張ると応じたと話しているということで、まあそういう方向で応じたというふうに長島さん言われてますけども、菅総理がねどういうふうに言われたのか正確なところはメディアを通じては伝わってきません。でもどうでしょうかね、私たちの呼びかけども無駄ではなかったってことが少し見えてきたんではないかなと思います。でもね安心しないでくださいよ、まだまだ全然足りないですからね。私も動画をたくさん撮って多くの方に再生していただきました。でもその方、その中にはメールをねたくさん上げてくださってる方とかコメントをいただいてる方いるんですけども、まだ全然足りないですからね。少なくともね30万40万50万このあたりで声が上がらない限り、国民の声が上がってきたっていうふうには認識されません。まあですんでね、
皆さんにもいろいろと思いがあると思います。一回メールをすれば十分という方もいらっしゃいますし、本当に切実なんでメールぐらいだったら何回もするぜという方もいると思います。ただ少なくともどうせ無理のどうせってのはね、人生から削除した方がいいと思います。そんなに捨てたもんではないと思いますよ。とりあえずね、やること他にないんで、これ以外に方法があるんだったらやってください。でも私はね、他に方法が見つかりませんので、こうやって動画を撮り続けます。確かにね、5万10万もらったからといって人生は大きく変わりません。ただね、1日でも2日でも、助かる日があったり、それからね、あ、声を出せば動くんだっていう風な信頼をちょっとね、感じることができれば、それは未来への希望にもなると思うんですよね。何をやっても無駄、そう思うのも自由ですけども、やれば何かができる、私はそう思うんですけどね。皆さんどういう風にお考えでしょうか。それでは動画の方をちょっと見てみましょうか。画面切り替えます。給付金をもう一回、まあ、5万円でいいからですね、もう一回消費を取り戻したいということで、やってほしいと。自民党の長島昭久衆議院議員らは菅総理大臣に対し、国民1人当たり5万円の定額給付金の追加支給や GoTo キャンペーンの延長拡充、今年度の第3次補正予算案の年内の編成などさらなる経済対策を求める要望書を提出しました。長島氏は要望書を受け取った菅総理はそういう方向で頑張ると応じたと話しています。菅さん、追加経済対策についてどうお考えでしょうか。まずですね、政府としては雇用はしっかり守っていく、それと同時に事業が継続できるような、そうしたことに全力で今取り組んでいます。そのために給付金あるいは融資、これ無担保無利子の融資とかで、ここはしっかりつないでいきたいと思います。ただこれで収まらなければ、そこは徹底して、次の手というのは打っていきます。そして雇用とその事業が継続できるように、そこはまず政府として責任を持って行っていきたい、こう思います。それは給付金の追加ということもあり得ると。もちろん必要であれば、ここは政府としてはこのような状況ですから、しっかり対応していきたい、こう思っています。はい、せっかくなんでね、おまけのこう要望書も見てみようかと思います。さらなる経済対策として第3次補正予算編成を求める要望書ということで出されてますね。一文字一文字読むことはもうしませんけども、GDP は約40兆円のマイナスとなっており、さらなる経済対策が不可欠と書いてますよね。で、日銀に対し 2% のインフレ目標を2021年度中に達成するように改めて政府から要請するということ。やっぱ重要なこと書いてますね。第3次補正予算の年内編成ってあります。第3次補正予算の内容ですけども、定額給付金の支給の継続っていうのがね、一番上に書いてます。その他経済対策どんどん盛り込んでるんですけども、まあ年明けに5万円がドンと出てね、それが通れば10万円がさらにその後に控えてるという形で、考えられます。もしくはね、15万一気に来るかもしれません。3人家族だと45万になります。皆さんいかがですかね。声を上げる気やっぱないですかね。なんかどうせダメだろうとかね、そんなことやったって何も変わんないよとか、そういうふうに考える方もいてもしょうがないと思いますけども、今こういうふうにね、第3次補正予算をおおむねこうやって菅総理も好意的に受け取るような形の報道があった時に、どういうふうに気持ちが変わっていくでしょうか。私はね、やれるだけやればいいと思いますよ。こういったこと一つ一つが少しずつ世の中変えていくと思いますし、まあどうせ何々って思ってね、世の中変わることはないですし、腐っていい方向に行くことは私はないと思うんですよね。可能性がね、少しでもあるなら、いや全然なくっても、私たちはその可能性を広げていくことはできると思うんですよ。このまま黙っておけば可能性は 0% ですけども、動いていけば何かが変わるんじゃないですかね。そういうふうに思うのは、まあ、いささか子供っぽいのかもしれませんけども、物分かりのいい大人になる必要はないと思います。じゃあありがとうございました。引き続き頑張っていきましょう。